大変お待たせいたしました。これより映画あの庭の扉を開けた時、秋葉スクリーニング2021上映を記念した舞台挨拶を実施いたします。本日司会進行役を務めさせていただきますアナウンサーの藤井舞です。どうぞよろしくお願いいたします。ここで皆様に一つお願いがございます。マスコミの方以外の写真撮影は禁止となっております。何卒ご理解ください。それでは出演者にご登壇いただきます。大きな拍手でお迎えください。それでは一言ずつご挨拶をお願いします。加藤さん、お願いします。陽子ちゃん役の加藤柚奈です。6歳です。よろしくお願いします。坂川さん、お願いします。はい、AKB48 チームエイト福井県代表の坂川ひゆかです。よろしくお願いします。大橋プロデューサー、お願いします。はい、本作のプロデュースをやりました、大橋です。よろしくお願いします。八須賀監督、お願いします。はい、監督の八須賀健太郎です。皆さん今日は本当にお越しくださいました。ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは質問に移ります。本作、あの庭の扉を開けた時は、本日初上映を迎えました。今のお気持ちはいかがですか？では、加藤さんから。嬉しい。嬉しいね。どんな風に嬉しいとかあるかな？出来上がった映画が見られて嬉しいです。はい、ありがとうございます。坂川さん、お願いします。はい、そうですね。私も今回初めて今日見たんですけど、やっぱりその自分の演技とか改めてこうやって大きいスクリーンで見ることができて、まあ、ちょっと緊張していた部分もあるんですけど、正直もうこうやって皆さんに見ていただけて嬉しい限りです。ありがとうございます。ありがとうございます。朝からこんなにたくさんの方々に来ていただけて本当嬉しいですね。はい。本当にうちわとかもありがとうございます。あ、本当だ。いっぱいひゆかって書いてありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、大橋プロデューサーお願いします。はい。今日はですね、今日来ていただいている方は全員、クラウドファンディングというのを、やっていただいた特別な、方でして、皆さん見ていただいて、ちゃんと名前入ってましたでしょうか？もし入ってなかったら、うちの事務局の方にクレームを入れてください。はい、今回の作品は、実は最後にですね、流れてる井上あずみさんの曲が2回ちょっと流れるんですけど、井上さんの曲は実は挿入歌として、お願いして、入れてあるんですけど、エンディングはですね、実は公開するときは主題歌が別にちょっと入る予定がありまして、なんで、今日は多分見られた方がこれが唯一最後のになる可能性があるという、多分国内ではそう最後になりますね。皆さんにご支援していただいた、部分でですね、この映画は実際は来年の秋以降に、公開する予定で、もう一年先ぐらいなんですね。で、監督ともちょっと話しまして、この作品をやっぱり海外にちょっと見せていきたいっていうことがありまして、先に海外の映画祭に、出品していこうという、ことで、今回皆さんにご協力いただいて、クラウドファンディングをやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。八須賀監督、お願いします。本当に皆さんご支援してく、ご支援というか、ね、すごく応援してくださって、本当にありがとうございます。もう本当にこれ、もうずっと子供の頃に、22歳の時に初めて読んだ原作を映画にしたいと思って、それで、しかもですね、10年以上前ですね、原作者の佐野陽子さんと一緒に、いろいろ本をこう作りながら、やろうと言って、それで、それからもう十何年も時代が経ってしまって、でもこういうですね、大変今のこういう大変な時代に、こうやって映画が作れて、完成して、皆さんに見ていただけるっていうことが、本当にそうですね、プロデューサーの大橋さんにももう本当に感謝してます。こんな形で、
あの映画が、あの、こういう形できちっと出来上がるっていうこと、っていうことが、本当にあの、皆さんに感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、次の質問です。撮影中に大変だったこと、印象に残ったこととかはありますか？はい、じゃあ、加藤さんから。全部楽しかった。全部楽しかった。そっかそっか。みんな、あの、優しくしてくれたかな。うん。よかったね。ありがとうございます。じゃあ、坂川さんお願いします。そうですね。私はですね、その、映画撮影自体が初めての経験だったんですけど、まずカメラの前でお芝居することが初めてで、うまくいかない場面とかも多くあったんですけど、やっぱりその、共演者の皆さんも優しく教えてくださったりとか、安心できるように、あの、違う話題を振ってくださったりとか、いろいろ支えてもらって、はい、本当に、ね、楽しかったね。楽しかったです。すごく明るい現場っていうのが伝わってきますね。はい。では、大橋プロデューサーお願いします。はい。もう、これが多分、この作品のね、監督とも話してるんですけど、最大の山場というか、あの、今、皆さんお聞きしてもらったあの、井上あずみさんの曲が流れてるところなんですけど、実はあの、シーンなかったんですね。撮影中に。撮影中に、あの、監督と朝、4時半か5時ぐらいですよね。に、そうですね、バスでホテルからちょっと移動するときに、まあ、ちょっと自分が、少し、ちょっとだけ余裕があったって、坂川さんは、その日、撮影実はなかったんですよ。なかったんですけど、坂川さんのシーンプラスで撮らないですかって自分がちょっと言って、監督とちょっと話して、でも、もう、もともとね、休みなんで、もう朝起きるかどうかもわからないんで、もし連絡して起きてもらって出てくれるんだったら、撮りましょうっていう話になって、そしたらもう、電話してマネージャーさんも含めて、坂川さんも、朝、すぐ起きてくれて、ちょっと15分だけ待ってくださいっつって、で、すぐ準備してくれてですね、そのおかげで撮れてですね、で、もともと、その、佐野陽子さんが作詞した曲を、まあ、どこかで使えたら使ってくださいっていうことをちょっと言われてたんですけど、なかなか監督ともまだそこまで話を詰められてない状況で、その朝に、もしそのシーンが撮れたら、あの曲入れられるかもしれないですねってちょっと話を監督として、撮ってたシーンなんで、で、まあ、そのおかげで、まあ、ちょっと、佐藤隆太さんとか朝、外で待たせちゃって怒られ、すごい怒られたんですけど。まあ、でも、結果こういうふうに映画になって、その曲がこういうふうに入れられたことがもう、しかもね、今回プロデューサーやっていただいた荒川さんがですね、井上あずみさんと、もともとお知り合いで、で、たまたま私と監督で、まあ、トトロとか、ね、魔女の宅急便みたいな、ジブリの実写の映画みたいなの作りたいですね、みたいな話をしてたんで、そしたら、荒川さんが、私知り合いは井上さんとかって言って、歌ってくれることになったんですよ。本当だから、そこが多分一番のね、多分監督と、本当、よかったねっていう話で終わった後に。そうですね。それで僕は挿入歌は、木田俊介さん今日いらしてないんですけれども、この挿入歌も最初から、使いたいと思って、もうずっと使いたいと思っていて、それででも、ね、今大橋さんが話をしてくれたみたいに、うまいことね、場面があったおかげで、もうフルで使いたいと思っていたので、それができてとても良かったです。二人は、ね、台本に書いてないから、こうなってどうでしたか？楽しかった。よかった、歌どうだった？トトロとかって知ってる？トトロとか、散歩っての、歌ってる人が歌ってくれてるの。そうだよ。そうだよ。すごいでしょ？うん。どうですか、坂川さん。いや、そうですね。もし、私が起きてなかったら、このシーンもなくて、そしてその挿入歌もなかったと考えると、ちょっとよかったな、自分って、思いました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、蜂須賀監督、大変だったこと、印象に残ったことありますか？
そうですね。もう本当に今回も素晴らしいキャストと、それからクルーに恵まれておりまして、今日会場にもね、いらして、みんな来てくれている人たちもいて、撮影監督の高間健二さんとか、もういつも一緒にやっているんですけれども、素晴らしい映像を撮ってくださったりとか、あとですね、衣装の安野智子さんとかも今日来てくださってると思うんですけれども、もうこのね、衣装の色っていうのをね、最初にプロデューサーと決めたんですよね。実はまあ、お着すぎになったかどうかわかんないですけど、スターキャストの、にイメージカラーがついてですね、それを安野さんが素晴らしい感じで、こう、衣装を用意してくれて、本当、すいません、この場を借りて、ギャラが安いのにすいません、やっていただいて。原作は皆さんありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。原作は絵本ではないんですけれども、絵本のようなそのカラフルな映画にしたいという意図が最初からありまして、それでみんなですね、登場人物たちがいろんなその衣装の色を、子供から大人になる統一した衣装の色を、みんなね、着ているんですよね。そうですね。もう本当に、だから、まあ、まあ、撮影の高間さんの絵分もそうですし、衣装もそうですし、いや、ね、それからあと、あれですよね、お庭ですよね、やっぱり。今日、いらしてるかどうかわからないんですけど、ガーデンデザイナーの吉谷恵子さんと、はい、それから、今日いらして、わざわざ仙台から来てくださっているんですが、泉緑花さんという、造園会社の、松本さんと鎌田さんっていうね、強力なメンバーが揃って、それでみんながね、二人とも出演してないところで、もう庭をですね、皆さん普通に多分見て、あ、これ庭なんだと思ってますけど、この映画のために、この庭を全部作ったんですよね。そうですね、作ったのと何もなくすのとっていうのをもう、これ一週間くらいで撮ってるんで、それを4回5回変えなくちゃいけないんですね。だからもうほとんど休みなくずっとこう、一回お花をバーってやったら、すごい綺麗になったお花を、はい、もう全部なくしてみたいな感じでやったりとか、それをこう繰り返してやってくれた、ものすごい大変だったと思うんですけど、はい。とてもなんていうんですか、今見てて例えば嵐になったりとか、それから季節が変わって蓮華が咲いたりとか、全部、庭全部をですね、全部ね、5パターン変えてますよね。はい。はい。だからそれもとてもスタッフの人たちに恵まれていまして、とても良い感じで仕上がったと思います。お庭どうでした？加藤さん、お庭。綺麗だった。加藤さんとね、坂川さんは目の前でね、見てるからね。はい。うん。何もなかったもんね、最初ね。うん。何もなくしてさ、また作ったでしょ。うん。坂川さんもね。はい。その、蓮華の写真を持ってたと思うんですけど、本当にそのまま、まんまの、写真のまんまの蓮華があって、あ、なんか、本当なんだと思って、あと、やっぱりお花の種類がいろいろあって、蓮華だけじゃなくて、いろんな種類があって、それを松坂さんにたくさんお花の種類を教えていただいたりして、はい、結構お花の勉強もたくさん学びました。はい。これ、実はですね、その花の部分で言うと、監督と、もともと5月の、下旬ぐらい、もうちょっと前でしたっけ？ぐらいに撮影するぐらいで、やるのに、もう3月ぐらいからですね、花をですね、その特別な、冷蔵庫に入れて、その、どのタイミングで咲かせるかっていうのまで計算してやってもらってるんですね。だから、蓮華が持つか持たないかぐらいギリギリなところで、蓮華のシーンに撮れたんですよね。そうですね。だから、自分にもすごい電話が来て、ちょっとずれて、いろいろちょっとコロナのこともあって、ずれて、6月の実際は頭に撮ってるんですけど、撮影を。まあ、泉緑花さんから連絡して、ちょっと花どのタイミングで咲かせればいいんですかとかっていう、もう本当に、それぐらいこう計算されてやってたんで、もうすごかったですよね、それは。本当にその日に、うまくこう咲かせるっていう、をやっていただいたんで、本当にものすごい大変だったと思います。はい。いや、すごいですね。植物をこう咲かせるタイミングまで計算に入れながら撮影をされてたんですね。
すごいですね。はい、今回はいろいろもう本当にお庭だけじゃなくて、もういろんなことに実は細かいところを皆さん気がつかれなかったかと思うんですけど、ものすごい細かいところに気を使って、作っておりまして、音とかもですね、静音とかもものすごく、綺麗にやってもらって、それで、あれですね、劇場版の時には、今日はちょっとステレオだったんですけれども、劇場版の時には一応 5.1 サラウンドになります、この映画が。なので、もっと音が立体的に多分、再生されるようになりますので、ぜひ、劇場版でもですね、楽しんでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。では、次の質問に行きます。加藤さんが、5歳の陽子で、坂川さんが中学生の陽子を演じました。まず、加藤さん、坂川さんは、お互いこの映像を見て、似てるなって思う部分とかありましたか？似てる。似てる？どこが？髪の毛が、髪の毛？二つ結びでお揃いなのが嬉しかった。お姉ちゃんとお揃いで嬉しかった？うん、今日もお揃い、うん。そう。あ、確かに、同じですね。あ、ちゃんと編み込みも入ってて。はい。すごい。合わせたんですか？そうです。ああ、すごい。ありがとうございます。どうでしたか？坂川さんは。そうですね。やっぱり似てる部分もあって、やっぱりそのさっきも髪型も言ったんですけど、うん、あと性格とかもちょっと似てる部分があったんですけど、でもやっぱり中学生になってからは心の変化があったりして、ちょっとお父さんに強く当たっちゃったりとか、まあ中学生らしさがとても出てて、で私も今現在中学生なんですけど、ちょっと自分と似ている部分が多かったかなって思います。ちょっとじゃあそういう反抗期みたいな部分も。そうですね。ちょっと照れくさいかったり、うん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 。はい。はい。ありがとうございます。大橋さんどうですか？いや、まずこの映画をやるにあたって、一番最初に実はキャスティングされてるのは松坂慶子さんなんですね。で私と監督で松坂慶子さん、私が前にちょっと蛍の墓という映画の実写映画を撮った時に、松坂さん出ていただいて、その時も子役が後に決まってるんですけど、まあ、監督と最初に一番最初の話したのも子供、最初のこの二人の役は、もうオーディションで絶対決めましょうって言って、でも、1500人ぐらいの中から、オーディションして、お二人選ばれてるですね。でも本当に、でもね、何回も実はオーディションも、こう、二次オーディションとか三次オーディションとかやって、で、ね。なかなか出会わなかったですよね。でも本当にこの二人になって、本当に、オーディションの時をすごい思い出すぐらい、本当にギリギリまでね。実は加藤さんがね、実は、もう加藤さんに決めたかったんです。加藤さんが仕事、スケジュールが、もう人気者でですね、すごいドラマのスケジュールとか結構あって、ギリギリまで出れるかどうか分からなかったんですよ。もうそういうのもあったりして、もうだから出れて本当に良かったね。うん。なんでまあ、本当にそういう意味で、二人はそういう中から選ばれた、キャストなんで、まあ、自分たち的には本当に、良かったなと思ってます。加藤さんはね、まず、ずっとこれ、子供が皆さん見ていて、分かったと思うんですけど、ずっと出ずっぱりなんですよね。で、子供がこれだけ出ずっぱりの日本映画ってあんまり実は見たことが多分ないと思うんですけど、まあね、加藤さんだったからね、これが本当に現場とかでもですね、もう大人がなんかこう説明をする前に、加藤さん自身が5歳なのに理解しちゃうんですね、みんないろんなこういう演技のこととか、こうしてほしいみたいなことを話をすると、もう加藤さんがすぐ理解してくれて、頑張ってくれて、で、そのままもうそれで、本番をどんどん撮っていくみたいな形でしたし、それから、あれですね、中学生の陽子ちゃんのね、方も、坂川さんの方も、すごく、なんていうのかな、後半の方がやっぱりすごく難しい多分お芝居だと思うんですけれども、本当演技初挑戦なんでね、それがなんかこう、ちょっと僕は開花したなっていう感じがしていて、ね、松坂さんの記憶を忘れたあたりから、ちょっとすごく難しくなってくるなって思ったんですけど、こういう結構かなり高度なことを、頑張ってくれていたので、もう二人には本当に、今日も感謝ばっかりしてますが、感謝しております。まあ、一個ちょっとね、俺もエピソードで、加藤さんのちょっとこれ皆さんに ぜひ伝えたいエピソードがあるんですけど、
このあのキャスト陣全員で本読みっていうのがあるんですね。あの、映画のリハーサルの、みたいな形で。で、あの、本みんなこう出して、松坂さんとかみんなこう、まあ、普通別に悪いことじゃないんですけど、普通にこうやって読むんですけど、加藤さんが持ってなかったんです、本を。で、あの、自分がですね、あれ、加藤さん本持ってないけど、忘れちゃったって言ったら、あ、大丈夫、全部覚えたからって。で、全部、台本の全部覚えてるんですよ。自分のところだけじゃなくて。ね、ちょっとみんな大人たちがみんなピリッとしたっていうか。え、そうなのってなって。いや、みんなびっくりしてましたね。本当にすごい。なんか、木村拓哉さんとかはそうって聞いたんですけど、同じ感じで初めて、二人目で来ました。キムタクと。そう、本当にね、その、すごい、それは、本当にびっくりしました。いや、すごいですね。はい、ありがとうございます。では、台本を初めて読んだ時の感想を教えてください。加藤さん。ゆずね、まだ漢字全部は読めないから、台本読んでない。だけど、お母さんにお話ししてもらって、おばあさんのお庭に行くのが楽しかった。あ、お母さんに読んでもらって、それを覚えるっていうふうに。そうなんですね。そっちの方がまた難しそうだなって。すごい。何回ぐらい聞いたら覚えられるんですか？3回とかぐらい。3回。他の人のその喋るセリフも、じゃあお母さんが読んでくれて、で、それで全部3回で覚えられる。すごいですね。ないんですよね、これはきっと、なかなか。すごいね。ありがとうございます。はい。では、坂川さん、お願いします。はい、そうですね。その、先ほども言ったんですけど、映画撮影が初めてで、で、台本に私の名前があることも初めてだったので、いや、なんか、まず、ちょっと感動しちゃって、あ、頑張らないとなと思って、で、話を読んで、結構ファンタジーな、先ほどもジブリの世界観って言ってらっしゃったんですけど、結構ファンタジーで、なんか、なんて言うんでしょう。結構続き、展開が気になるお話だなと思って、なんかこういうお話、なかなかないじゃないですか。皆さんも見たことがあまりないと思うんですけど、そういう作品に携われて本当に良かったなと思います。はい。ありがとうございます。本作は来年劇場公開を予定しています。これからどんな人に見てもらいたいですか？加藤さん。いっぱいの人に見てもらいたい。いっぱいの人ね、もう世界中の人に見てもらいたいね。うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、坂川さんお願いします。そうですね。私も、いっぱいの人にね、見てもらいたいと思います。はい。すごい、本当にそっくりですね、お二人とも。じゃあ、大橋さん、お願いします。やりづらい。ちょっと期待してたんですけど。これガラガラなんで、これ。ね、監督はね、実はさっき話しましたけど、自分がこの映画をプロデュースするとかっていう話の前に、佐野さんにね、お会いして一緒に脚本作ってるんですけど、自分は佐野さんお会いしたことないんで、ね、本当もう本当天国の佐野さんに届くようなぐらい、この映画がこう広まってくれたら嬉しいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。では、蜂須賀監督、お願いします。はい、そうですね。本当にこういう映画なんで、子供さんからすごい年配の方までね、特になかなか今映画館難しいところもあるかもしれないんですけれども、年をやっぱり取られた方とか、年代が上の層の方とかっていう、あと女性とかですね、佐野さんの本とかを読んでるやっぱり、そういうファンの方とかに、が、みたいな層が、見てくれたらいいなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。残念ですが、そろそろお時間が近づいてまいりますので、フォトセッションに移らせていただきます。はーい。はい。あ、真ん中に置いて、そのポスターを真ん中にしてみて。あ、違う、二人の真ん中に。二人で、あ、
前に出てもらって。で、ちょっと向こうちょっと向いてもらって。あ、こっち側。あの、トムもうちょっと離れて。はい、チーズ。もう一枚いきます。取ります。あ、僕も振った方がいいですか？監督、もうお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後に皆様から一言ずついただきたいと思います。ではまず大橋さん、お願いします。はい、あの、先ほどもちょっと監督にがちょっと言ってたんですけど、今回この映画は本当に大人から子供まで、あの、楽しめるというか、あの、実は、今日来れなかったんですけど、あの、私がちょっと、なかなか子供、お子さんが、こういう映画って見てもらえる状況を作れないんで、あの、ちょっと国の力をちょっと借りてですね、この映画を広めたいと思ってですね、本当は、今日、スピードの、今江理子議員がちょっと来てくれる予定だったんですけど、ちょっとスケジュールの都合が合わずに、おととい、来てくれたんですね、この映画祭に。ただ、この映画のことはすごい、話してて、ちょっと、いろいろ、文科省とか文化庁含め、いろいろこの映画を、その子供に見せられる状況を作ってもらえるように、今井さんも協力してくれることになってますんで、ぜひね、そういう、学校とかね、昔は学校とかでも結構映画とか見れたんですけど、そういうのも含めて、子供たちにも見てもらいたいですし、もちろんその映画を普通に映画劇場公開いたしますんで、その時も、多くの人たちに見てもらえるように、これから頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、坂川さん、お願いします。はい、私も同じなんですけど、もうたくさんの人にまずこの映画が広まってほしいなと思いますし、やっぱりですね、その小説と言いますか、それの実写化となっていますので、その小説が好きな方もぜひこの映画が楽しめると思うので、ぜひこの映画公開されたら、今見てくださった方もその主題歌が入ると思いますので、また違った映画が見れると思うので、また改めて公開されたら見に来てほしいです。お願いします。ありがとうございます。では、蜂塚監督、お願いします。はい、すいません。一言だけ、ちょっと忘れちゃいけないことなんですが、本当にこれすごく長い時間がかかって映画になっておりまして、今日は佐野さんの、佐野陽子さんの事務所のオフィス次郎長さんや、改正者さん、それから、佐野陽子さんの息子さんで、絵本作家でイラストレーターで画家の、広瀬源さんも今日来てくださっていて、本当に映画にさせてくださって、とても感謝しています。本当ありがとうございました。で、ですね、そうですね、もうみんなに見てほしい、みんなに見てほしい映画なので、そうですね、あとそうだ、一言忘れていた、松坂慶子さん今日ね、いらしてないんですけど、松坂慶子さんに撮影現場でものすごくよく、頑張って、協力して、いろいろ二人で作ったところがあったりしたので、そのお礼も言っておかなくちゃ、皆さんにちょっと言っておきたかったんですけど、すいません、それだけちょっと補足したかったので、あとはもう皆さんに見ていただきたいと思っています。じゃあ皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ最後に加藤さん、お願いします。映画が見られて、久しぶりにみんなと会えて、嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。可愛さいっぱいですね。ありがとうございます。現場で流行ってたんです。みんなでこう、ありがとうございました。真似してたんですね。ありがとうございます。では以上で舞台挨拶を終了とさせていただきます。皆様、大きな拍手をお送りください。それではご講談ください。本作は来年より公開を予定しています。ぜひ公開を楽しみにお待ちください。本日はありがとうございました。